サンシール陸軍士官学校。サンシール陸軍士官学校、エコールスペチャーレイミリテアデセインツシアは、フランスの主要な軍学校の一つであり、日本では士官学校として紹介される。通称はサンシールであり、ここに通う士官候補生はサンシーリャン、シラーズなどと呼ばれる。フランス、ブルターニュ地域圏モルビアン圏のに位置する。サンシールへ、 士官候補生として入学できる学生は、21歳前後で、軍民の大学で優秀な成績を収め、学士号をすでに持つ者だけである。3年間の3シールでの学習は、近年では緩和され、ヨーロッパ単位互換システム、ヨーロッピアンクレジットトランスファーシステム、エクッツに統合された、民間学習プログラムで使われている単位システムを利用している。ゆえに、 すべての士官候補生は、修士号を取得して、正式に士官として任官していく。サンシール陸軍士官学校は、1803年にナポレオン・ボナパルトによって、パリに近いフォンテーヌブローに設立された学校である。その後何度か移転を経た後、1808年に、最終的に、パリ製法のサン、イコールシールイコールレコールに移転し、戦後現在の場所に移った。 現在の学長は、ニコラース・デラー・デュアメル少将。ナポレオンによる、最初のモットーは彼ら勝つために学ぶ、イルズ・エス、インストルーザント・ポア・バンクラである。その後、ルイ18世の復興世紀には、彼ら祖国を守るために学ぶ、イルズ・エス、インストルーザント・ポア・エエー、LA、ディフェンス・デー・エー・パトリが、モットーとなった。しかし、 1848年から1870年までのルイ・ナポレオンが国家元首となった第二共和制第二帝世紀ではナポレオンのものが再び使われたさらに次に名誉と国家オーナエパトリが1918年まで使われたそしてその後はナポレオンのものが再度使用されているこの主観学校エコールスペチャー・ルイ・ミリテアはナポレオンによって 1802年5月1日、フランス革命歴10年フロレアル、1ヶ月11日に、ブルボン朝の王立主観学校、インケルロイール・ミリテアに代わるものとして、フォンテーヌ・ブローに設立された。その後、ナポレオンが皇帝に即位するにあたって、帝国主観学校、エコール・スペチャール・インペリアラ・ミイラテアに改められた。1806年に、フランス革命によって廃止された。 メゾンロワイヤルドサンルイ、貧困に陥った戦死した貴族の子女のための学校が、あったイブリーの県産イコールシールイコールレコールに移転し、この学校はナポレオン戦争期を通じて多数の青年士官を養成した。ナポレオンが退院した後も、1940年の第二次世界大戦におけるフランス降伏までサンシールにあった。ビシー政権が成立すると、 士官学校もビシー政権が統治を許された南仏の X イコールアンイコールプロバンスに移転した。1942年にフランスがナチスドイツによって全面占領下に置かれると士官学校は廃止されてしまった。しかし、士官候補生たちはド・ゴールの指揮の下、自由フランス領の現アルジェリアで訓練を続けた。1944年に フランス解放が成し遂げられると、士官学校は将軍の手により、モルビアン兼コイットクイダのキャンプで再開された。サンシールの元のキャンパスは、連合軍の爆撃によって破壊し尽くされてしまっていたためであった。そして、サンシール陸軍士官学校は、今日もその場所にある。1961年の制度改革で、学校は2つのコースに分けられた。 1983年にサンシール陸軍士官学校は初めて女性の入学を認めた。2002年には直接任間制度をますます多様にする改革が行われていい。サンシール陸軍士官学校では1802年から数えて2000人の外国人留学生を含む6万5000人の士官候補生たちが卒業し、そのうち9639人が戦死した。 卒業生には11人の元帥、3人のフランス大統領、2人の撃墜を、6人のアカデミーフランセーズメンバー、1人のカトリック教会による劣服者がいる。博物館は一般公開とグループツアー客向けで開館時間が異なる。一般向けは平日10時から12時、土日10時から12時、14時から18時である。 グループツアー客に対しては、平日の14時半から17時まで開館している。休館日は、月曜、全日及び、木曜、午後。博物館は、区アリボリに位置している。常設展示は、アンシャンレジームの終わりから現代までのサンシリアンの、生活で、歴代の制服、個人所有物、芸術作品、レプリカでない書類、部、装飾品、 民族遺跡などを見ることができる。サンシール陸軍士官学校は内部にいくつかのコースを持つ。一般の本科、エコールスペチャーレイミリテアでセインツシア、イザムは毎年の国家試験を通じて選抜され、卒業後直接士官として任官するルートである。もう一つが体内選抜科、エコールミリテアインタームズ、エミアであり、推薦を受けた。 歌士官や予備役の士官が、士官候補生となるべく学ぶためのルートである。三つ目のコースとして、軍政技術団学校、エコールミリテア DU、高テクニックやアドミニストラティフ、エンスタという、軍政を専門とする将校を養成するコースもある。本科には、すでに学士を有し、もしくはグランゼコールの卒業者である者が、出願資格を持つ。彼らは、教養試験を受け、適正と、 知能テストを受ける。それらは、バカロレアプラス2クラスのテストである。面接審査や、体力測定も含まれる。フランス人だけでなく、毎年多数の外国人生徒も入学している。3年間にわたり、教養、軍事的、肉体的、そして、指導力発揮の訓練を受ける。最初の年は、軍事教練と教養が行われる。そして、2、3年時には、 教養も行われるが、1週間から3週間の軍事協連によって中断されることがしばしばである。3シールの士官候補生は、すでに任命された正規の士官である。彼らは、9月から7月にかけて学校に出席する。本科学生の育成は、大体単位で行われている。1年生、士官候補生、ランディ・アレブ・オフィシエは、フランス第3大隊に、2年生、 正位心得、ランディは、フランス第二大隊に、三年生、正位は、フランス第一大隊に配属されている。また、サンシール陸軍主管学校において、短期教育を受けている、予備役将校、特別任務将校、アスプイレンツは、フランス第四大隊に配属される。卒業すると、生徒たちは、中意で任官し、もう一年を各員が選択した専門の学校で、 過ごし、招待長として連帯に配属される。また、彼らは、専攻に基づく、修士修了証書を得る。3シールで専攻できるものには、工学、理学、古典文学、現代史、歴史、言語、応用言語、地理学、経済学、法学、コンピューターサイエンス、体育学、政治学、アジア学がある。 伝統行事として、王子の本物の兵器と制服を使っての、有名な戦いの再現劇と式典の催しがある。また、パリ祭りにおいては、エコールポリテクニーク、フランス海軍兵学校の生徒と共に、軍事パレードで更新する。以下はその写真である。の後の数字年は、卒業年を示す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。